てそのお客様が普通通りに戻ってきてくれるのかっていうところが一番心配ですね。山口県とともに先行してまん延防止等重点措置が適用された沖縄県も解除を要請する方針です。延長を決めた自治体も増えています。専門家の方のご意見、また市町村のご意見もですね、やはりまん延防止等重点措置の延長はやむなし。新規感染症患者はまん延防止等重点措置が適用された1月下旬よりも高い水準にあり、1週間ごとの延長ということが可能なのであれば、できる限りその単位は小さい方がありがたい。新型コロナの死者は昨日過去最多の236人が報告され、そのうち最も多かったのが大阪府の42人です。政府は3回目のワクチンをオミクロン株対策の要と位置づけていますが、接種率はようやく 10% を超えたところです。